はいみなさんどうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。今回もやってまいりました。ケンの大冒険です。せぬわけでね。えーと、今回もベイブレードバーストやっていきたいと思います。おっと、落としちゃった落としたのはわざとじゃない。本当に。うん。で、こちらなんですけれども、まあ前ね、えっ、ー、と、僕が出したスターセイバーっていうオリジナルのカスタマイズのベイブレードです。はい。極限エクスカリバーオーバルジャイロ。こちらですね。はい。前動画出したんですけれども、ちょっと気になるコメントが、ちょっと、ん気になるコメントっていうか、俺の気に触るコメントってか、 全てのベイブレーダーに対しての多分侮辱コメかなうんが来ててちょっとねブレーダー代表として <laughs> うん、うん、としてまあとりあえずねあのなんすんだろうまあとりあえずねそのコメントがなんだっけ戦わせたのがねゼウスとかユクドラシエルとかあとホルスとかネプチューンとか戦わせたんだけど そんな雑魚倒して当たり前だって感じのコメントが来てたんですよ。はい、ざっくり言うとね。うん。俺、それに対してえって思ったんだよね。うん。まずそれベイに対して侮辱だからね。うんまあとりあえずね。まあそんなこんなもあって、ちょっとそれに対してちょっと後々のもの言うんです。けれどもで他にもね。ロク硬いと言ったらバルキリーだろとかえー、と来てまして。 じゃあとりあえずバルキリー倒してじゃあ物申そうかなっていう感じで今回いきたいと思いますよいしょもう早速うんともすんとも言わずにやるよえっ、ー、とよいしょバルキリーのえっ、ー、とこれこんなカスタマイズみんなやってるでしょこれねねえっ、ー、と刃先がしっかりトリプルのね先っちょと重なるようにカスタマイズしてます なので、えっ、ー、と、ちゃんとしたカスタマイズです。しかも、えっ、ー、と、僕、手加減します。相手はソートランチャーで、後出し。俺は、紐で、先行で出します。手加減ね。3、2、1、ゴー。はい。まあ、なんだかんだ言って、ック外れてるんですけれども、ック外れたけど、まあ、こんなもん。 うん、じゃあ1回じゃなくもう一回やれよっていうね方いると思うんでじゃあもう一回やりましょうか <laughs> はいちゃんとえっ、ー、と出っ張りをね刃先に合わせたカスタムよいしょよいしょどんどんいくよパパッといきます321ゴー o まあこんなもんかな。安定の2ロック。うん、今ーロックだったかまあね、こんな感じで、えー、と余裕で勝てます。うん。じゃあ他のバルキリー出してみっか。えっ、ー、とね。<laughs> じゃあこれ。これね。で、また俺が最初に出します。<laughs> で、こっちはソードランチャーで後出し。よいしょ。 待ってねよし、OK、ゴー。k ー。待ったごめんもう一丁いく5気になる髪の毛すごい気になる取れねえ取れた 話にな,なな <laughs> 話にならないな。話にならないな。うーんじゃあもう一回やるか。よいしょ。で、こっち、ソードランチャーで後出し。いきまーす。3、2、1、ー まあもうここまでやればわかるでしょうちょっとずれたかなはいというわけでねえっ、ー、とバルキリーねえー、とりあえずポンポンバーストさしましたというわけでねえっ、ー、となんつうのかなでとりあえずうんーとなんだっけそんなザコベイ倒して当たり前みたいな感じのコメしたそこの君うん多分見てると思うんだけど <laughs> ななんていうのかなそれってさ例えばちょっとごめんね語るねちょっとごめん語るね俺一人のブレーダーとしてあのそういうことは言っちゃいけないと思うんだよねまずうんでかっていうとちょっとここすり下げたいなん <laughs> でかっていうとあのそのベイブレードを愛用している人たちブレーダーに対してまず失礼うんあと そのベイブレードを作ったタカラトミーさんへの侮辱、うん、だと思うよ俺的にはねメタルボールの入ったゼウスをちゃんとバーストさせたのにさした動画とかちゃんと上げたのにそれに対してそんなの倒して当たり前みたいなねうん特にネプチューンなんて当たり前だとかうん言ってますけどどうかと思うんだよね俺的に <laughs> ネプチューンだってさ 弱いいわけじゃないからね全然うん今ロックやったけどさ全然弱くないもんまあどちらかというと普通かな普通弱い普通って感じかなロックはでこのいなす感じの形状ね全然尖ってない感じのうんとてもいいベイだと思いますにもかかわらずこんなもんみたいなね こんんなもんみたいな感じのコメントをしてたので僕一人のブレーダーとしてまずその人たちに言いたいことがあるんだけどなんつうのかなそうやってなんだろうベイブレードを侮辱するのはブレーダーとして失格うんであとはあの何ロック緩いから勝てないって言うかもしれないけどいやストームスプリガンで。 ロンギヌス倒せますようん。てか、うちの動画で上がってます、それ。はい。戦いの動画でね。で、あと、ワイルド・ワイ・ワンで、ドライガー粉砕するのも、あります。全然あります。はい。どのベイも全部強いです。使いこなせればね。うん。だそんなザコって言ってる時点で、そのベイを使いこなせてない、君の腕が悪いっていうのは、もう証明されちゃってんだ、そのコメントで。うん。 まあ俺も確かにスプリガンとかは何だろう何て言うのかな確かに俺は使いこなせなかったうんでもちゃんと自分のベイを作ってちゃんと紹介したでもそれに対してそんな雑魚ベイみたいな感じのコメントをするのは間違いだと思ううんそれを愛用している人とそれを 頑張って作った宝トミーさんへすごく失礼。うん。ね。ロック弱いのはザコみたいなね。その言い方はよくない。うん。ロマンがない。腕がない。わかるかな言ってることが。うん。というわけで、まあとりあえずね、ちゃんと言われた通り、えっ、ー、と、バルキリー何度も粉砕して、えっ、ー、と、物申します。ちゃんとね、勝ってから物言ってるんでいいかなと思います。 負けてからね物言うのはただの負け犬の遠吠えなのでそういうことは僕しないんですけれどもまああとはあの何つうのかな <laughs> やっぱりねえっとロック硬い緩いとかそういうの関係なしに形状を見てください形状形とかねだからツンツン尖ってればその分持久力はないし丸まってればその分防御力いなす力もあるし回転力もね風を生み出しますのではい ということで、ロックの硬さじゃなく、形の問題もあるんだよね。相性もあるし。なのに、それにも関わらず、ただロックが弱いからそいつは雑魚みたいな言い方は、僕的には良くないと思います。はい。<coughs> まあ、以上かな。うん。そんな感じです。すいませんね。なんか、他の人からするとちょっと、ね、あの、お見苦しい動画になったと思うんですけれども、えっ、ー、と、すいません。ほんとすいませんでした。 はい、えっと、他の人からそれは、こんな動画なんて見たくねえよ、早く楽しく戦ってる動画を見せろよ、みたいな感じの風になると思うんだけどね、うん、とりあえずね、ちょっと僕、なんかそういう、ベイブレード侮辱してる人がちょっと許せなくて、ちょっと今回この動画を撮ってます。えっと、まあもう一度言っておきます。すいませんでした。はい。まあ、とりあえずね、僕、ちゃんと勝ってからもの言ってるんで、まあいいかなと思ってます。はい。<laughs> まあこれからもね、 僕はいろんなベイをえーっと使ってね、ちゃんと戦って、みんなを楽しませられるような動画を作って、みんなにね、動画をお送りしていきたいと思いますので、これからもね、よろしくお願いいたします。えーっと今回はね、本当にお見苦しい動画で申し訳ございませんでした。ちょっと待った、ごめん、噛んだ <laughs>。まあまあね、そんな感じで、えーっと今後もね、僕のスターセイバー、こちらのカスタマイズオーバルジャイロ、 使っていきたいと思いますのでよかったらねみんなもこれね作ってみて遊んでみてはいかがでしょうか決して弱くはないね、えー、とカスタマイズになっていますのでよかったらこれを愛用してみてくださいそれでは次回もお楽しみにしていてくださいじゃあねっ